8名での FP3 クラス。大原がちょっと後ろの方でローリングしてたんですが、今ギリギリのところで隊列に復帰していきます。さあフロントロー2列目メンバー揃いました。3列目4列目 OK です。フロントロー紺色のレインウェア、こちらがポールの久富家。オレンジ色のレインウェア、こちらが森川貴光。予選の時とはすっかりお召し替えをしていますが、皆さんチェックはできましたでしょうか。それでは FP3 クラス決勝スタートです。1コーナーから2コーナーです。大きな混乱はなさげ。2コーナーのところでもラインが交錯していきますが、止まったドライバーなどはいません。トップは久富、2番手に森川、3番手には谷田が上がっています。そして4番手なんですけれども、松本レーシングの和合がポジションを上げまして、逆に5番手に大原博樹がドロップ。その大原タコツボで入っていきます。そして森川も入っていった。トップ2が入れ替わっていきます。トップ森川、2番手に久富。これ面白くなってきた。わーっと、なんとこれはバックストレート、森川と久富思わぬ状態で接触決着。これはちょっとなんかここで久富が大きくドロップというのが残念な状態です。トップ森川がこれで単独になりました。2番手に谷田、かなり離れて3番手には金田が上がってきています。そしてヘアピンから立ち上がってきます。4番手には大原、5番手、6番手、7番手が一段となっています。その中で沢村がインサイド入っていきました。そのまま今に行きたいが、ここには代わって和合が戻ってきている。和合、沢村、奥村というオーダーになっています。久富圭はしっかりと再スタートを切って、現在タコツボ。最終コーナーから立ち上がってきました。森川、お尻を前にずらしています。あのポジション独特です。2番手に谷田、3番手には最後尾からスタートの金田、8番手スタートから3番手に上がります。金田はこの前の第2戦オートパラダイス御殿場大会から参戦をしてまいりまして、そして久富圭を抑えて優勝という形になりました。一気に注目を集めている坂井レーシング、大阪府出身18歳の若いドライバーです。クラッシュメイトの田中風紀とかとね、昨日からよく歩いていまして、田中風紀があのように勝ったんですから、兄ちゃんも勝っていかなくちゃと、別に本当の兄弟じゃないんですけど、そういう状況で出てきているものと思われます。じゃあバックストレートエンドでは沢村学が5番手に浮上しました。沢村、和合をパスしていきます。最終コーナーから立ち上がり、トップ2は変わらず、3番手金田の後ろから、ここ水波の SL 戦ではおなじみ大原博樹、インナー飛び込んでいく。1コーナーから2コーナー、大原これで3番手に浮上。金田はクロスラインを取っていく。そのまま4へと入っていくが、これは前の大原。カメラぐっと近づいてはいきますけれども、パッシングまでには至っていません。ヘアピンからの立ち上がりです。チームブルーと大原は、ここ水波の SL などに出ている19歳のドライバー。カメラとは同年代ということになります。若手ドライバー対決となっています。トップ森川は26歳、2番手谷田は22歳。18歳以上大人のクラスではありますが、10代後半から20代前半のドライバーが中心となって繰り広げられています。このバトルの中でトップを取っている森川貴光は26歳、そして最後尾から追い上げてきている佐藤圭は24歳と、
このあたりもね、本当にキャリアが長いので、もう大ベテランとなっています。しかもこの KT をこよなく愛する、そんなドライバーですね。大激戦の鈴鹿選手権などでも常に上位に入ってくるのが、現在追い上げ中の草富圭です。トップ森川、2番手にタイガー、ここはもう単独になりました。3番手に浮上してまいりました大原の後ろで、4番手に沢村、沢村はこの決勝になってにわかに追い上げてまいりました。スターティンググリッドとしては7番手スタートなんですが、現在4番手までと上がってきまして、それもなんか前に何かアクセントがあったから上がってきたというわけではなく、1台ずつ抜いてきたという感じです。あのヘルメット、ものすごく見覚えがあるんですが、宮古スポーツ難度を本拠地としているドライバーにはああいうタイプのヘルメット結構多いんですよね。さあ、沢村の後ろ金田、その後ろでは和合、さらに奥村と、奥村は絶景ナンバー1番をつけ、去年のチャンピオンとして出てきていますが、今回ちょっと入賞は難しいかなといったような形です。地元勢が幅を利かせていると、一言で言えばそういう状況です。森川、谷田、大原というトップ3です。4番手5番手で近畿勢が追い上げて、6番手で長野から来ているドライバーが追い上げて、その後ろまた近畿勢がいると、久富圭が中部勢ということになりますね。周回数は6周終了7周目。今日はなんかもうあっちこっちでわーわーわーっていう、そんなレースが多かったので、このレースに関しましては本当に落ち着いて実況をすることができますが、しかしながら序盤で森川と久富が接触をしてしまって、久富が後ろから追い上げになっているというこの現状はちょっと残念なものがあります。タコツボから立ち上がってまいります。トップの森川です。スタート前も被害プロジェクトの写真撮影が行われておりました。森川貴美、 SL 戦の時などもムードメーカーでいつも明るく盛り上げてくれています。2番手のカーナンバー15番グローバルの谷田講師、ジュランレーシングに長年サポートを受けているドライバーです。ジュランレーシングは車のパーツとして皆さん印象があるかもしれませんが、カートのパーツもたくさん取り扱っています。ヘルメットやグローブなどぜひ一度ご覧くださいという PR もいただいています。3番手カーナンバー13番チームブルートの大原、 SL では常にトップ争いをするから絶対に上がっていきますよというふうに他のドライバーが警戒していた、そんなドライバー、その後ろから沢村が来ています。現在ラップタイムとしては4番手のカーナンバー33番沢村の方がわずかに速いタイムを叩き出していますので、これ大原と沢村の3番手表彰台争いが起こるかもしれません。5番手の金田なんですけれども、もう少し勢いがあるかなと思われたんですが、後ろからワゴンに近づいてこられていまして、ちょっと苦しいか。1コーナーでは体を伏せた瞬間、和合もインドア入っていきまして、2コーナーどうだ、そのまま和合インサイドで粘っておりますが、パッシングには至っていません。その後ろでは奥村単独になっています。そしてホームストレートを久富が通過していきます。8周終了、9周目に入っています。雨粒が落ち続けていますが、路面コンディション的にはどうなんでしょう。バスケットロックが更新されました。トップで走っている森川貴光が58秒245、スタート直後からの最速をマークしています。森川貴光、2番手谷里のタイムギャップは先ほど5秒362といったところだったんですが、さらに伸ばしていそうです。谷田はサブなど様子を見ながら走っています。トップ2のタイムギャップは6秒台へと突入。3番手の大原宏は自己ベストを更新しました59秒053なんですが、
この59秒053というのは、ね、2番手以降のドライバーの中では一番速いタイムなんです。ですが森川貴光はそこからコンマ5速いんです。58秒506、まさに水を得た魚のように森川貴光走ってます。先週の SL 琵琶湖シリーズで SL 全国大会の前哨戦として琵琶湖にやってきて、船橋博之とやってきて、で堺レーシングのドライバーに負けてしまったというあの悔しさを多分今週晴らしに来たんだと思いますが、その通りの気持ちいい展開になっています。これで10周終了、残り周回数は8周です。森川貴光、この周回58秒296、谷田コーチは59秒1、大原が59秒1、沢村が59秒4、ダントツです。森川雨足が強くなってきたのにセクター1で最速をマーク。森川貴光どこまで行くんでしょうか。他のドライバーより今コンマ8ぐらい速いタイムで周回してます。沢村以降に比べたらもう1秒以上速いタイムで周回してます。バックストレートエンドです。もうこれはもう誰も森川貴光に追いつけないという感じ。最終コーナーから立ち上がってくる、雨足が強くなってくる中でのこの森川貴光のタイムアップ。この周回はさすがに58秒3ということになりましたが、2番手の谷田が59秒1であることを考えるとダントツであることには違いありません。沢村は59秒4です。やはりこの辺りよりは森川が1秒速いラップタイムとなっています。11周終了です。残り周回数は7周です。ホームストレート里見系が通過していきます。ここでお呼び出しいたします。 ST ジュニアクラスカーナンバー20番、 ST ジュニアクラスカーナンバー20番、ティームファリーナ西山海選手。ティームファリーナ西山海選手はタワー2階までお越しください。ホームストレート2番手が通過。この雨足が強まってきた状態で森川貴光ファーストベスト更新しました。58秒188。12周終了、13周目、残り周回数は6周。森川よっぽどレイン寄りのテンポをしてたってことなのかどうなのか、どんどんタイム更新しています。もちろん後ろとのタイムギャップは開く一方で、2番手谷田との差は8秒810となりました。3番手大原も谷田とほぼ同等のタイムで走っていますので差が縮まっていくということはありませんし、その後ろの4番手沢村学も、一瞬捕まえるかなと思っていた序盤から中盤だったんですが、この後半に入りましたらもうタイムの伸びはありません。その後ろ和合とカナダ、ここに関しては、ひょっとしたらひょっとするかもという感じはあるんですけど、残り5周現在のところタイム的には和合の方が早いんですよね。カナダはセクター1で自己ベストを更新するなど、雨の道並みの走り方をそれなりに掴んできているという感じはあります。なんといっても近畿からの遠征ドライバーですから、相当この道並みだってですね、走ったことはないと思うんで、この雨のコンディションで走り続ける中で、あ、ラインはここ通ったらいいのかとかですね、意外とここまで行けるんだとか、一周一周であらゆることを情報収集しながら走っているものと思われますけれども、それが実れば最後に前の和合選手を捕まえて5番手6番手争いができるかもしれません。最終コーナーのところ、鮮やかなコバルトブルーのレインスーツを着ています。カナダ選手、前の和合選手を追っていきます。さあ奥村和夫も頑張っています。ホームストレートを通過していきます。
14周終了、残り周回数は4周。森川貴光はセクター1で自己ベストをまたまた更新。バックストレートでもあのお尻をずりって前にずらす空気抵抗の減らし方するんですね、森川貴光。まあ、あのカードファンの皆さんだったらもうご存知だと思いますが、昔は空気抵抗を減らすというと引き上げ後に体をぐっと近づけて前に倒れ込むというのがね、一般的なやり方でした。この方法だと、まあ、あのぐっと頭まで、視線も、ね、下の方に落としちゃうドライバーがいて危険だから、視線はちゃんと確保しておくようにっていうような注意が、ドライバーブリーディングで飛ぶような時期もありましたが、いつの頃からか中国地方出身の久保誠がですね、ホームストレートでお尻をぐいっと前にずらして寝転ぶような、よりフォーミュラに近いようなですね、姿勢で、ホームストレートを通過するというようなシーンが見られるようになり、それがどんどん広がって、まあ、人によってはね、あれは久保誠が最初にやったんじゃなくて俺がやったんだっていう人もいるんですけども、あの頃から急速に広がりだしまして、多分4、5年ぐらい前だと思うんですけど、見た目がちょっとふっと笑ってしまう感じなんで、はい、行くよ、はい、来た、森川貴光はこの姿勢来てるよってこういう感じですね。ちょっとこれがね、あのおかしみを誘うので、なかなか真似する人いなかったんですよ。で、どっちが早いんだっていうことも賛否両論あって、このお尻ずらすのは、お尻ずらした瞬間とふっと立ち上がる瞬間がロスってしまう場合があると、操作がワンテンポ遅れるというような人はですね、やはり前の方にこう体を倒し込む方がいいよと言っていたんですけども、もうなんかすっかりですね、前に倒す派かお尻ずらす派かという感じで定着してきた感がありますよね。さあ、この終盤お尻でリズムを取るようにして森川貴光はファーストセットを更新しております。2番手には谷田、3番手には大原、4番手沢村、5番手和合の後ろからカナダ、こっちはもうね、さすがに追いつくことは難しくなってきました。そして奥村、再び系は単独でヘアピンへとアプローチをしてきます。薄日が差しています。最終コーナーからの立ち上がり、これがファイナルラップ。カーナンバー8番の森川貴光、単独でヘアピンへとアプローチをしていきます。森川貴光の周回58秒台、他のドライバーは軒並み59秒台の3とか6とかなのに、森川だけが58秒4、後ろのドライバーよりも依然として1秒以上速いタイムで周回をしています。バックストレートエンドから最終セクションへと向かっていく、蛍光イエローのヘルメット、オレンジ色のレインスーツ、カーナンバー8番、被害プロジェクトアッシュ森川貴光、 FT3 の第3戦優勝です。そして2番手には4番手スタート、今回が今シーズン初参戦となります、愛知県出身22歳、谷田講師が今チェッカー。そして3番手チェッカーはカーナンバー13番、ティームブルーと大原博樹、4番手には33番久しぶりのレース沢村学、5番手和合俊春、6番手にカナダ翔、金田翔、そしてカーナンバー1番の奥村和信、今チェッカー。